女優の中谷美紀が主演を務める TBS 系金曜ドラマ、あなたには帰る家がある、毎週金曜22時チルダ、の第4話が、今日4日に放送される。あなたには帰る家がある、第4話の場面写真地獄のバーベキュー後、真由美、中谷、が問い、詰めたことにより、秀明、玉木宏はついに綾子、木村多江、との関係を白状してしまった。その日から二人の立場は一変し、秀明はなんとか真由美に許しを得ようと家事を手伝うことに。ただ、娘の玲奈、桜田日和、には気づかれないように取り繕っていた。秀明の浮気を知りつつも相手がまさか自分の妻、綾子とは知らない太郎、雄介サンタマリア。は、修学旅行の打ち合わせに来た真由美に、浮気される方にも原因がある、と偉そうにたしなめる。真由美はそんな太郎に対する嫌味を込めて、浮気される方にも原因がある。とあえて復唱してみせるが、太郎には全く気づく様子が見られない。その日の夜、リビングで秀明の携帯が鳴る。綾子からの電話だったため、秀明は真由美を気にして出ようとせず、切れるのを待った。そんな秀明に対し、真由美は綾子へ電話をかけるよう促した。そしてあくる日、綾子と会う約束をし、関係を終わらせるために向かった秀明の後を尾行する真由美。これで秀明と綾子との関係が終わりに向かうのかと思いきや、綾子は諦めるどころか、後日真由美の会社に手土産を持って突然訪れる。それは大量のメンチカツだった。予告映像では、真由美と綾子がぶつかるシーンなどが公開。妻 VS 妻直接対決、モンスター夫が真実を暴く、魔女の本性があらわに、と告知されている。このドラマは、直木賞作家、山本文夫が1994年に発表した同名の長編小説を原作。に、落ちてはいけない禁断の恋、によって2組の夫婦が翻弄されていく姿を描く。中谷が演じる主人公は、結婚13年目の主婦、佐藤真由美。その夫、佐藤秀明を玉木宏が演じる。もう一組の夫婦役には、雄介サンタマリアと木村多江。木村演じる那須田綾子は、秀明と出会い強く惹かれていく。CTBS、本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。